土砂の陸揚げが始まってしまいました。これは沖縄県が全く許可していない違法工事です。防衛省は直ちにこの違法工事をやめるべきです。沖縄の民意を尊重して辺野古の基地を建設を今すぐやめて普天間基地を即時無条件で返すべきだと思います。それではまず防衛省に向けてスプレーコールを上げていこうではありませんか。スプレーコール、スプレーコール、違法工事を今すぐやめろ。辺野古の海を土砂で埋めるな。防衛省は沖縄の声を聞け。防衛省は沖縄の声を聞け。沖縄の民意を尊重しろ。沖縄の民意を尊重しろ。辺野古新基地建設反対。辺野古新基地建設反対。辺野古の海を土砂で埋めるな。辺野古の海を土砂で埋めるな。それでは、今から、アピールを回していきたいと思います。まず最初に、歌を歌ってくださる方がいらっしゃるということでよろしくお願いします。一緒に沖縄に基地はノーノーノーの部分、どうかご一緒に声を上げてください。沖縄は応援隊を遠く離れた東京で声だけは出た直したところで、辺野古日の、本日の主催団体である辺野古実行委員会から、挨拶を受けます。防衛省講座に参加ご苦労様です。現地のキャンプシュアブ前の座り込みが始まってから、5年になります。2014年の7月から、始まってるんです。で、私もちょっと
思い出すんですけども、ちょうど始まった年の7月にゲート前に行って、もう梅雨明けで真夏の暑い中をですね、山城さんを中心にしてゲート前で座り込み講演行動をやったことを思い出します。現地のこの粘り強い戦いの中で、ご存知の通り辺野古の新基地は全く予定通りは進んでいません。それはもう皆さんもご存知の通りです。しかし予定通り進んでいないにもかかわらず、あるいは基地建設の完成の見通しもつかないにもかかわらず、できるところから土砂を投入する、しかもその土地が全く赤土そのものの、ね、違法な土砂、これを浅瀬の辺野古の浅瀬の部分にですね日々投入している。でそのことによってジュゴンの餌場が奪われ、希少生物が死にたい、サンゴが死滅の危機に陥り、ウミガメの産卵場所がなくなり、そういう事態が日々起こっているわけです。私たちはこのことをですね看過することはできない。完成の見込みのない基地をですね、基地の工事を、まあ、安倍政権得意のですねやったふり、やってる感ですね、そのことによってしかしとてつもない取り返しのない環境破壊が進んでいる。そのことを私たちは許してはならないというふうに思っています。で現地の方で先ほど司会の方からもありましたように、土砂の搬出場所が琉球セメントの阿波の桟橋に加えて本部町の塩川港の方からも搬出が始まっています。で辺野古の方では京急護岸を、これも違法なことなんですけども、桟橋として利用し、でそれに加えてサンゴの群落がある大浦湾側のですね深場のところ、ここに京八護岸を新たに200メートル以上伸ばして、でそこをですね2カ所目の桟橋として利用を始めている。でそのことによって土砂の投入の速度が上がっています。私たちは今東京にいて、首都圏にいて、この沖縄の人たちの粘り強い戦いにどう応えるのか、何ができるのかということをですね日々考えなく考えざるを得ないというふうに思っています。辺野古市では2つですねポイントとしてやるべきことがあるだろうというふうに考えています。一つは現地の沖縄の人々とですね現地に座り込んで、一緒に座り込んで共に戦う、そのことによってそして投入を少しでもですね遅らせていく、阻んでいく、その戦いまずあるんではないかと思います。後で行動提起もあると思いますけども、今週の土曜日の夜、7月6日の夜に辺野古に行こうキャンペーンの第2弾ということで辺野古市として集会を予定しています。文教区民センターで集会を予定しています。現地の方は足止めさんを迎える予定です。まず皆さん地域であるいは職場で前のところでですね誘いがあって現地の座り込みにですね行くと、このことがまず必要ではないかというふうに思っています。もう一つは首都圏でこれだけ違法なことをですね堂々とやっている、無法なことをやっている安倍政権を追い詰める戦いをするということがもう一つあるだろうと思います。これは世論を喚起することもあるでしょうし、直接今日みたいな形で防衛省に攻め入る、あるいは官邸前に攻め入る、国会を包囲するというふうな形で首都圏での戦いをですねできる限りのことをですねやっていくということがあるんではないかと思います。辺野古市もさまざまな形でですねさまざまな団体と連携しながら、これまで以上に大きな戦いをですね引き続き進めていきたいというふうに思っています。今日も、現地のキャンプシアブゲート前の座り込み始まって、最初に言いましたように、5年になります。現地の戦いに改めて応えるということで防衛省に対するですね抗議の行動を最後まで貫徹して
きたいというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。7月6日文京区民センターで行われる集会に皆様ぜひとも駆けつけましょう。続きまして、ストップ辺野古の方から、アピールをいただきます。はい、ストップ辺野古埋め立てキャンペーンの足田です。ストップ辺野古埋め立てキャンペーンは、企業に対する抗議行動をずっと続けているんですけれども、6月の最終週は株主総会が集中する時期なんですね。それで6月25日には大林組、6月の26日には大成建設の株主総会がありました。なのでストップ辺野古埋め立てキャンペーンは25日は朝9時から品川駅の港南口で、そして26日は8時45分から新宿西口の地下、それから30分抗議した後、地上に行って、で新宿センタービルの方でも抗議をやってまいりました。でこの活動は大変地道な活動なんですけれども、結構チラシの受け取りが多かったのにびっくりしました。でやっぱり長く続けているといろいろと流れが読めてくる感じがしまして、なんかだんだんチラシの受け取りが良くなってきたなというふうに感じます。でわざわざ近寄ってきてチラシ持ってくださいとかって言ってくれる人もいたりして手応えを感じました。でそれとは別に毎月定例でやっている抗議行動がありまして、ちょっと7月の日程の方を皆様にお知らせいたしますので、ぜひ7月に参加していただければと思います。ちょっと日程表を見ます。はい、7月なんですけれども、7月は9日火曜日、9日火曜日が、17時半から大林組の抗議行動、こちらは品川駅、JR 品川駅の港南口です。であと16日がこちら大成建設です。で大成建設は17時半から、これは新宿のセンタービル、西口のセンタービルという中に大成建設の本社が入っていますので、そちらの前で抗議をします。で23日はこれは御用建設です。御用建設は飯田橋、 JR 飯田橋の駅の東口の歩道橋の手前のところでやっています。で9日16日23日と毎週金曜日、月曜日ではない、これは火曜日ですね、毎週火曜日にこのような活動を毎月やっておりますので、ぜひご都合がつくところに参加お願いします。すべて17時半からだいたい1時間ぐらいの行動です。ぜひ参加してください。それからハガキの抗議キャンペーンもやってますので、よろしくお願いします。はい、ストップ辺野古埋め立てキャンペーンの方からでした。この辺野古の工事を請け負っている、ゼネコンに対する抗議行動も非常に重要だと思います。共に連帯していきたいと思います。続きまして、沖縄と、電話がつながりました。沖縄平和運動センター議長の山城博司さんから、メッセージを受けていきたいと思います。ご苦労から感謝を申し上げます。かいつまんで今の状況を申し上げます。今日私は阿波の方におりますが、三社の、車の入る港の入り口、トラックが出ていく出口、そして道路での高校ドライブの仲間たちと相まった都市行動で、午前中いっぱい港、阿波の港にトラックを大渋滞させました。つまり出る車が出られない、都市行動もあり、そして道路では、たくさんの皆さんがドライブ行動して、ひっきりなしに優先の、都心コースが切れないので、トラックが出られなくて、トラックが港のヤードの中にもう
滞留し滞留し、やがてヤーンからあふれ返るくらいの渋滞を一時交際させました。それでトラックは入るのをやめて、10時50分にはトラックが入るのをやめました、終わりました。そして今度大成功です。午後は防衛局はついに午後からこの塩川でも工事を始めております。今日7月1日は高江でも工事が始まる、矢野湖でも合法的が行われる、阿波でもそういうふうな都市行動があり、塩川でも工房があり、披露隊の皆さん方法はどこに行っているか分からないという状況が今続いています。正直言いますが、日本政府応援のあまりにもひどいと思います。何事なんだ、一体どう思ってるんだ、やりたい放題か。沖縄の警察の機動隊、誇りを持て。なんで山口政府にここまで国会があるんだ。できるものとできないものとあるんだから、やれるものはやるけど、やれないものはやらないと返せ、まあ、声を上げて、そうですよ。警察も現場でそうだそうだと言いながらも、部長部長また消火の移動してきましたけど、どういうような状況で、戦いが止められる。お迎えが、とにかく現地現場で止められる、そういう思いが新たに通行しております。問題は、消火や阿波の皆さんの費用をそういうふうに認めてしまう沖縄県政、田中県政、県の保健所、県の保健所、県の保健所、保健所にどんなに押しかけても拉致が開きません。これから来週、県庁との交渉に入りたいと思っています。県庁に数百人の人間を集めて、とにかく玉木県政には骨を持って、機会を持って政府が立ち向かえ、そのことを伝えるために、来週週明け県庁、県との交渉に入ろうと思っています。皆さん、どうぞ、堂々と戦っていきましょう。戦いの正義は現場にあります。戦いの正義は私たちにあるはずです。しっかり頑張りたいと思います。東京で連日行動いただいている皆さんに心から敬意を申し上げます。感謝しております。連携をして、とにかく、山津政府の腐り切った山津政府の沖縄への対応の方に怒りが発信されております。現場で激しいのをしながら怒りを込め上げる怒りを炎に変えて戦いに伝えたいというところです。心から感謝を申し上げます。どうぞ、ついに入った日本本東京の方でしょう。雨にも気をつけて、風にも気をつけながらの行動であってください。これこれも料理をお願いしながら、感謝をしながら、阿波桟橋や塩川港をはじめ現場での戦いによって、工事が止まる、そして工事を着実に遅らせている、そういったリアルな報告が、山城博司さんからの、メッセージから聞き取りました。私たちも、行ける人は現場に駆けつけ、行けない人も東京で活動を続けていきましょう。続きまして、現地の報告としてですね、おとといまで辺野古を訪問されていた方から、現場での活動報告をまたしていただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、辺野古日の呼びかけで辺野古に行こうキャンペーン第2弾ということで今やってるんですけど、それに、応じて、4人で6月26日から29日まで3泊4日で辺野古に行ってきました。で、私がいた、時は最初の1日目は、台風が来て非常に強い雨が降っているという気象状況が悪いということで、現地ゲート前の座り込みは1回目をやって、危険であるということもあって中止をしてしまった。しかし防衛省の方の防衛局の、土砂搬入については、その暴風の中でもう行ったということが後から、聞きました。で、2日目は非常によく、天気が晴れてたんですけども、どういうわけか、台風の余波で、体制が取れないらしく搬入がありませんでした。しかし搬入がないといっても、こちら、住民の方は、しっかり朝9時からですね、
座り込みを行い、1時間、抗議行動を行って、その後、テントの方に移り、お昼まで集会をやるということで、午後は搬入がないようだという判断のもとに、お昼で行動を、打ち切りました。3日目はさすがにですね、朝から、搬入がありました。主に最近では、ミキサー車の搬入が多い、しかし、こちらの方も、本当に少数精鋭のですね、座り込みで、頑張ったんですけども、しかし少数精鋭ゆえに、残念ながら排除されるということがなってます。そして私たちの方はその後、先ほど山城さんからの報告もあったように、阿波の、琉球スレントの桟橋、その前で行われている、土砂 の、 搬入阻止行動に参加しました。土砂と言っても実際は、もうはっきり目に見えるでも赤土なわけです。沖縄県ではこの、仮置き場のことは、仮置き場の土砂については、今のところ認めざるを得ないという対応なんですけども、しかし、現地地元の住民中心にこの明確な赤土、これを仮置き場ということで溜め込んで、赤土を流出させる、そういうことに対して条例違反ではないのかということで戦いを展開し、県の方もサンプル調査をするというような段階に、なっておるようです。しかし、このですね、阿波での搬入阻止闘争というのは本当に、粘り強いという言葉がありますけども、本当に一歩一歩、粘り強い戦いの積み重ねです。朝、8時ぐらいから夕方、4時過ぎまで炎天下ですね、休むこともなく、その搬入の入り口に、をぐるぐるデモでもうずっと永遠にスプレーコールを上げながら阻止行動していく、本当に忍耐強い粘り強い戦いが積み重ねられて、先ほど山城さんがですね報告したように大きな成果も生まれてくるわけです。やはりその、戦いにやはり、少しでもですね多くの人が参加することが、まあ、一つは重要じゃないかというふうに思います。4日目は土曜日なんですけども、今年に入って土曜日の搬入は、防衛省局の方はやってないということで、搬入はなかったんですけども、しかし、沖縄全県からいろんな人が、参加し、この朝からですねしっかり座り込みを行い、テントの方に結ぶのを12時まで、集会をやって抗議の意思を表示するということを行いました。そしてその中で特に、石垣島の、方からが、このクラブの方に来て石垣島の自衛隊配備の問題を訴えておりました。皆さんもすでにご存知のように、1万6000名以上の署名が集まったにもかかわらず、石垣市長市議会はこれを、拒否として住民投票をやらないということを勝手に決めちゃったわけですけども、その翌日30日昨日ですね、石垣ではこの住民投票を実施しろという、住民の集会とデモが行われたと、それの訴えもあり、まだ石垣では自衛隊の配備を行ってないので、ぜひ石垣だけでもこの自衛隊配備を阻止していきたいという力強い決意表明も、まあ、ありました。このようにですね今非常に、沖縄の、いろんなところが来てるんですけども、しかし朝の段階では非常に少数精鋭の戦いを強いられているということ現状がありますので、ぜひこの場に参加している方でも、可能な方はぜひ沖縄の辺野古の座り込みに参加をし、この乗車投入を
拡大に、少しでも役に立つ、加勢していくことが必要ではないかというのが感想として持って帰ってきました。今後も私たちも、首都圏でさらに沖縄の戦いに学びながら声を大きく、土砂搬入阻止、基地建設、新基地建設は反対という声をますます大きく上げていきたいというふうに思います。以上です。辺野古の、今の現地のリアルな戦いの報告でした。少数精鋭で粘り強く戦っている人たちに私たちも応えて、行ける方は辺野古に一緒に行きましょう。続きまして、平愛香さんの方から、連帯のアピールを、頂戴したいと思います。ガンマさんの気分さんの気分死ぬ気分さぬなだそうそうよいしよいし泣くなよ中ぬゆばんぬやなしちんちんちんぬくきゅうしめ徘徊せつ領主がなびら平和を実現するキリスト社ネットの平愛香です。先週の日曜日6月23日何の日だったか知ってますか？はい、沖縄のこと特に覚える日ですね。沖縄では県の条例で慰霊の日って言ってますけど、組織的戦闘が終わった日とされていますが、皆さんご存知の通り6月23日に戦争は終わっていません。牛島司令官が自決しただけで残りの人は戦えと言い残して死んでいったので6月23日以降もいっぱい人が死んでいます。8月15日以降も沖縄では戦闘が続いています。人は死んでいます。8月15日は沖縄にとっては何の日でもありません。実際に戦争が終わるという調印が出されたのは9月7日です。じゃあ9月7日に戦争は終わったのか。その後どんどんやっぱり人が死んでいます。軍隊によって殺されています。沖縄の戦争はいつ終わったのか。今から60年前1959年の6月30日何があったか皆さんご存知ですか？宮森小学校、沖縄の宮森小学校に米軍機が Z 機が墜落して小学生が11人死にました。近所の住民も入れると、17人、その後やけどで死んだ人も入れると18人のものが亡くなっています。60年前、とっくに戦争は終わってるはずの日なのにこんなにたくさんの人が1回の事故で死にました。これはただの航空事故ではありません。米軍基地があるから起きた事故です。たまたま米軍が起こした事故じゃなくて事故が起こっておかしくない状況がずっと続いてるから起きてる事故です。米軍基地があるっていうのはここでまだ軍隊による殺人が続くという状況が今も続いているんです。沖縄の戦争は6月23日に終わったのではありません。8月15日に終わったのでもありません。9月7日に終わったのでもありません。沖縄の戦争はまだ続いてるんです。早く止めてください。防衛省はすぐ沖縄の戦争を止めてください。そのためには基地を止めるしかないんです。だからこういうことを発言しながらですね、キリスト社平和ネットのメンバーとして最近ちょっとショックなことがありました。町田市の駅のそばを歩いてたら平田先生って声をかけてきた一人の女性、クリスチャンの方です。ちょっと会話をしているうちにですね、その人が慰安婦問題は捏造ですよねと言い始めました。そして辺野古の問題は沖縄の人が中国に騙されてるんですよねって言いました。平和活動とか危機反対の運動をしているとそういう意見はとても遠いところにあるような、よくごく一部の人が持っている偏った意見のような気がしてましたけど、同じキリスト者の中にそういう意見があるということを改めて気づかされました。しかもその人たちは、自分たちが特別な意見を持っているとは全く気づいていない。今まで自分たちが聞いてきた刷り込まれてきた情報にそのまま鵜呑みにしている。これを聞いて私たちキリスト者平和ネット、あるいは
クリスチャンじゃないと含めてやらないといけないことがあると思うんです。間違った情報を刷り込まれている人がまだまだいっぱいいる。私たちはもっともっと声を上げないといけない。あなたが当たり前だと思っていることは当たり前じゃないよ。現地の声を聞いてください。それを言い続ける、叫び続ける。なぜかというと、まだそういう言葉を聞いたことがないという人がいることが分かったからです。その僕に声をかけてきた人はですね、沖縄の人の苦しみは一度も聞いたことがないと言ってました。慰安婦問題で実際に苦しんだ人たちの声や文章を読んだことがないと言ってました。私たちはまだまだやらないといけないことがいっぱいある。防衛省に対しても声を上げないといけませんけど、市民に対してもまだ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 言わないといけないことがある。そのことを改めて皆さんと共有したいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。続いて、防衛省に対して申し入れを賞を渡したいと思います。今日の抗議行動参加者の全体の総意としてですね、代表して日韓民衆連帯全国ネットワークの方が申し入れ書を準備しておりますので、これから、読み上げて寄稿していきたいと思います。地方協力企画課の前田さんが、申し入れ書を、受け取ります。こちら自分のための選択ができるのはあなたに応援のために誰かが協力されたら最近どれか受けてきたら最高であるか。抗議申し入れ書を読み上げます。総理大臣安倍晋三様、防衛大臣岩屋武様、去る6月11日全防衛省が沖縄辺野古の新基地建設のために県8都に新たな護岸から土砂の軸上げを開始したことに全身の怒りを持って強く抗議する。県民投票で示された民意を一顧だにせず、なりふり構わず工事を強行する政府防衛省の姿勢は、法治国家の衣をかなぐり捨てた反民主主義的暴挙であり、強く糾弾します。これまで土砂運搬用の桟橋として使っていたのは大浦湾側の県9護岸だけだった。今回新たに県8護岸を土砂の陸揚げ用桟橋として使用することで、運び込む土砂の量を増やし工事を加速させようというものだ。だが埋め立て区域を囲う護岸を陸揚げの桟橋として利用するのは目的外使用で違法行為だ。2013年に沖縄防衛局が県に提出し、14年に変更された公有水面埋め立て承認願書の設計概要説明書は、現在の工事区域の土砂搬入場所として大浦湾側の埋め立て区域の中地切り岸壁を明示している。K8 護岸や先に使用している K9 護岸からの陸揚げについては触れていない。設計概要説明書に記載した事項は沖縄県に対する約束事である。護岸に変遷機能を追加するのなら県の承認が必要になるはずだが、しかし県の許可を取っていない。沖縄県は K9 の時と同じように K8 護岸利用についても違法性を指摘し、工事中止を求める行政指導文書を沖縄防衛局に出した。これについて岩屋武防衛省は6月7日の記者会見で、具体的な陸揚げ場所までは特に限定されているわけではない、 K8 号案からの搬入は問題ないと言ってのけた。法令の遵守を指導する立場にある政府が沖縄県の行政指導を無視し、本来取るべき手続きを無視して埋め立てを進めている。果たしてこれが民主主義と言えるのか。これは明確に法令違反であり沖縄差別だ。 K8 の全長は500メートルになる計画だが、近くに生息するサンゴの移植許可を沖縄県の許可が下りなかったために250メートルだけ建設して強引に使っている。海流の変化によるサンゴへの影響が懸念される中、沖縄防衛局は途中までなら移植せず整備が可能と押し切ったのだ。公有水面埋め立て法は
環境保全への十分な配慮を求めている。埋め立て承認権者の沖縄県はこれまで沖縄防衛局に対し環境保全措置が十分でないとして何度も行政指導を行ってきた。だが政府の一方的な法令解釈によって工事が強行されている。土砂の搬入を急いだからといって基地建設が進むわけではない。埋め立て予定海域東側大浦湾には軟弱地盤が広がっているからだ。既成事実を積み重ね沖縄の人々に無力感を味わわせ諦めさせることが目的だ。軟弱地盤は最も深いところで海面から約90メートルに達する。広範囲にわたり地盤改良工事が必要とされる。地盤強化のためなお締め固めた杭を約7万7千本も打ち込む工法が検討されているが、現状では世界でも70メートルまでしか打ち込んだことはなく90メートルまで打ち込むのは技術的に不可能だとも言われている。政府防衛省は埋め立て工事に要する総事業費を少なくとも3500億円以上と説明するだけで明確な金額を示していない。工期についてもあやふやだ。県の試算では地盤の改良だけで1500億円、総工費は最大2兆6500億円まで膨らむと指摘している。総工費や工期を明示できないで進められているずさんな公共工事が果たしてあるのか。民意を踏みんじるだけでなく莫大な血税を浪費する高等無形の埋め立て工事は直ちに中止すべきだ。政府防衛省が進めている強権的な土砂投入は地方自治を破壊し沖縄の自己決定権を否定する暴挙であり、強く抗議するとともに直ちに新基地建設を中止することを要求する。2019年4月1日日韓民主連帯全国ネットワーク、必ず渡してください。岩井大臣に必ず渡してください。お願いします。最後になりますが、宮森630会の方に、お話ししていただきたいと思うんですが、皆さんお疲れ、お疲れ様です。今日は、7月1日つまり昨日は6月30日1959年の6月30日です。語り継がれること60年、現実は変わりましたでしょうか。焼き時が学校に 宮森小学校に墜落しました。子どもたちが大勢亡くなりました。黒焦げだったり生傷抱えたり、とても見られない惨状だったとニュースには語られてます。私は石川、かつての石川市隣の金町にいました。まだ小学生です。私のいとこ、3つ上のいとこは宮森小学校から1週間前に金小学校に転校してきたところでした。まさに不幸を逃れた私のいとこです。で、その後沖国大にも落ちました。この現実は変わっているでしょうか。もう何とも言いようがないくらいです。米軍を攻めたらいいのか、日本政府を攻めたらいいのか、なんとかここを脱皮しないと
この国の行く末、私たちの行く末、民主主義の行く末、すべて崩れてしまいそうな気がします。税金の使い方、お金だけの問題じゃないです。人の命です。とても重たい、60年目の6月30日、私たちはそこから学ばなくてはいけないと思います。今、そちらのおまわりさん、公安の皆さんにこれを見せました。大勢いらっしゃいます。さも私たちの集会に参加するがごとく、一等地に彼らは取材者のごとくにいらっしゃいますけど、これを知ってますか？ある、制服の周りさんは目を凝らしました。あらぬ方向を見て一別もしませんでした。一体どんな秩序を守るというのでしょうか？疑問です。見てください、現実は一寸も変わっていません。沖縄の現実はまさに変わってないです。防衛省のやること、米軍のやること、政府のやること、少し考えてみたいと思います。もう630の悲劇は二度とあってはいけないと思います。取材をされましたか、そちらの皆さん。よくよく考えていただけると、そこにいる、なんて言うんでしょうね、値打ちもあるかなと思います。よろしくお願いいたします。こうした悲劇が繰り返されてしまいます。死をなくしていかなければいけません。最後に、よりさんの方からスプレスコール、コールお願いします。お前はもう死ねる。はい、それでは防衛省に向かってコールでぶつけていきたいと思います。辺野古の海を土砂で埋めるな。辺野古の海を土砂で埋めるな。海を殺すな、サンゴを殺すな。海を殺すな、サンゴを殺すな。辺野古の工事は今すぐ中止。辺野古の工事は今すぐ中止。暁投入法律違反。暁投入法律違反。違法な工事は今すぐ中止。違法な工事は今すぐ中止。沖縄民意は新基地いらない。沖縄民意は新基地いらない。民意を無視して工事をするな。民意を無視して工事をするな。海を守ろう、サンゴを守ろう。海を守ろう、サンゴを守ろう。ジュゴンを守ろう、ウミガメ守ろう。ジュゴンを守ろう、ウミガメ守ろう。工事をやめて命を守ろう。工事をやめて命を守ろう。軟弱地盤に基地はできない。軟弱地盤に基地はできない。核弾頭に基地はできない。核弾頭に基地はできない。環境破壊に税金使うな。環境破壊に税金使うな。自然を壊して儲けるな。自然を壊して儲けるな。南西諸島に自衛隊いらない。南西諸島に自衛隊いらない。基地の押し付け沖縄差別。基地の押し付け沖縄差別。政府は沖縄差別をやめろ。政府は沖縄差別をやめろ。辺野古の海を土砂で埋めるな。辺野古の海を土砂で埋めるな。政府は沖縄の民意を無視するな。政府は沖縄の民意を無視するな。防衛省は住民を騙すな。防衛省は住民を騙すな。ジュゴンの餌場を奪うな。ジュゴンの餌場を奪うな。
事故だ。これ以上沖縄に基地を押し付けるな。これ以上沖縄に基地を押し付けるな。防衛省による管制談合を許さないぞ。防衛省による管制談合を許さないぞ。辺野古の工事をめぐる管制談合を許さないぞ。辺野古の工事をめぐる管制談合を許さないぞ。先島への自衛隊配備反対。先島への自衛隊配備反対。沖縄の軍事用参加を許さないぞ。ありがとうございました。それでは今日これで、防衛省抗議行動を終わっていきたいと思います。また明日から頑張りましょう。